増刊会第2回の模様をお届けする、その前にまずは無課金で新旧巨人のエース上原と戸郷を手に入れられるかもしれないものがあるので、そちらから開封していきます。まずは旧巨人のエース上原の能力を見ていくと、めちゃくちゃに強いですよ。実用性もかなりあって、スター性もある。僕からしたらやっぱりこの選手をリアルタイムで見てきて巨人を好きになったわけですから、巨人のエースイコール上原浩二、上原浩二イコール巨人のエースというイメージを持ってる。その上原を手に入れるためのアイテムっていうのがこちら、イベントを完走して手に入れた契約書。こちら S ランクの選手は確定してますけど、 OB 選手が出てくる確率っていうのは 33%。 その上に OB っていうのは12球団の選手がいるわけです。一人一人紹介していくと、ヤクルトから西村、阪神からオマリー、そしてジャイアンツから上原浩二、カープからはラーロッカ、懐かしの助っ人選手、そして中日からギャラード、横浜から佐伯、ここからパリーグ、オリックスから梨田、ロッテからは初芝、楽天から高須、ソフトバンクから広瀬、日ハムから大杉、そして最後西武から角ということになっていて、早速開封していこうと思いますが、確率はかなり低いですよ。 S は確定してるだけ、 OB は 33%。 その 33% で上原浩二を手に入れられるか、言うたら今年の俺はなんか無理そうな感じがしてるんですけども、まあそれはもう開封してますから分かります。この後結果が分かるので見届けていきましょう。上原であれ、上原であれ、上原であれ、上原じゃなくとも巨人の選手であれ、お願いします。この願いは叶うのか、どや森、あーお前か、お前か、お前なのか。オフシーズンちょっと話題になった選手ですよね。いろいろとあったらしいっす。あまりことの詳細は知らへんけど、そんなお前をこのタイミングで手に入れることに喜びないよ。不要で不必要で顔も見たくない、そんな選手がこのタイミングで出てくることがすっげー腹立たしいんですけど、当たった以上はこの選手を有意義に使っていきましょう。もちろんこの後交換会に提出する予定ということで、早速上原浩二を重くそ外して、もう手に入れるものがないですから上原は諦める。ただ現エース戸郷翔征を手に入れる機会はまだ残っていて、それがこちら。このスカウトから各球団の一流投手が配信されていて、巨人からこの戸郷翔征、僕はどの年代投手もこの戸郷の S ランクを持ってないわけですから、めちゃくちゃに欲しいが、もちろん戸郷だけじゃなくて、ヤクルトから高橋、阪神から青柳、カープから栗林、中日からは大野雄大、横浜から浜口、ここからまたまたパリーグでオリックスから山本由伸、ロッテから佐々木朗希、楽天から松井裕樹、ソフトバンクからモイネロ、日ハムからは伊藤、そして最後西武からは平となっていて、いやどれもええやつばっかやね。ハズレというハズレはこのスカウトから出てこないわけなんですけど、いやいやでもやっぱり欲しいのは戸郷翔征なので、現巨人のエースを手に入れるため、無課金のこのアイテムをこれから開封していきましょう。さあ何が出てくるかな、一人だけじゃないかもしれないんでね、毎度言うとることですが、少なくとも先ほどのような選手が出てくることはない。交換会で出すような選手はおそらく出てこないんじゃないですか。いなかったしね、そんな選手は。どれも欲しかったですよ、12球団の投手。その中でも一番欲しいものに出会えたらいいんだけど、まあ、S ランク確定演出ですね。いきなり出てきたら B の浅間いらん。で、B の清水いらん。B の矢崎いらん。B の三好いらん。B の伊勢いらん。ここから折り返し地点で6人目。B のグラシャルいらん。B の岩佐いらん。B の吉田いらん。B の牧原もいらんということで、たったの一人だけ。その一人が誰なのか確認だ。戸郷、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 戸郷。嬉しいや嬉しいんだけど、最近シリーズ2のやつ当てたばっか、かぶっとんのよね。どうせなら持ってない強力な選手が良かったんですけど、なんでよりによって持ってるやつがまたかぶって出てくんのかな。もちろん違いがあって、通常のやつとエスパークのやつって分かれてますけど、いや別に同一選手2人もいらない。同じシリーズで大野雄大を揃えようとはしていないので、中にはいるでしょう、そんな大野雄大マニア。どの年代のどんなシリーズでも揃えようと思ってる方が。結局旧巨人のエースも現巨人のエースも手に入れることはできず、手に入ったのは大野雄大で、この大野雄大を交換会に出すっていうのはちょっと惜しくないっすか。いくら持ってるとはいえど、超一流選手ですよ。こんなものを一番出すプレイヤーが他にいるかって言われたらいないと思う。もしもこれを出してさ、別の人の元に行って、その人が中日ファン、特に大野雄大ファンであれば、かなり喜んでくれると思うんだよね。どうせ持ってても強化素材にしかならないのであれば、今回当たったエスパークの方は残しておいて、通常の方を交換会に出すっていうのはあってもいいことかもしれん。じゃあ第2回交換会、これから始めていきます。
ランダム交換ボックスに関してはもうすでに決めていて、この山田という選手、オリックスの選手ですね。こちら第1回の交換会で手に入れた不要な選手です。山田を求めて交換会をやってるプレイヤーっていないと思いますよ。山田哲人ならまだしもね、この山田には用はないでしょ。だから本当は出さない方がいいんですけど、いやいや、交換会で出会ったものまた交換会に出していって、別の人が出会ったらまたそれも交換会で流れていくでしょ。その連鎖なんか大事だと思います。あとの2つに関しては今回手に入れたものをこれから出していこうと思いますが、2022交換ボックスに関してはもちろんこの森、これを欲しがる人はいるのか、あんなこともあったからジョセフも随分減ったと思うんですけども、でも中にはまだ森を応援している方いるでしょうね。そういう方は届いてくれたら嬉しいなと思うので、この選手を提出といきましょう。俺はお前いらんから、お前を必要としてる元に行け。そして最後2022同チーム交換ボックス、ここで提出するのは大野雄大。もうすでにレベル60まで育ててる選手なので若干の落ちさはあるけども、それでも今回当たった大野雄大がいるのであれば、この選手は俺にとって不要だ。同チーム交換ボックスということは、おそらく中日ファンがこのね交換ボックスに出してる方多いと思いますよ。それがまた大野雄大を持ってないプレイヤーだとしたら、相手方には喜ばれるでしょう。こちらが喜ぶ選手っていうのはやはりこの同チーム交換ボックスにはいないし、っていうのはライマルくらいかな。これは何の得もないんですけど、まあサプライズサプライズ、こういう会があってもいいじゃないですか。自分にとって有意義なことではないけど、他の人が精一杯に喜んでくれるのであれば、その方のためにこの大野雄大は、はい、同チーム交換ボックスに出しました。第1回に関しても本当嬉しい出会いがあったわけですから、続いて第2回でもあれレベルとは言わんけども、なんかいい出会いがあってくれて、あーよかったよかったとお互いに思えるような交換会になってくれたらいいなってひたすらに思う。本日プロスピ交換会第2回の抽選結果が発表となりました。果たして大野雄大がどこに誰の元に行ったのか、なかなか出回らない選手ですよ。それをわざわざ出したわけなので、当然やっぱ中日ファンで大野雄大が大好きな、最近始めたばかりの方に届いてくれるのが理想かな。早速結果を確認といきましょう。どうなってくれたんでしょうかね。ドキドキワクワク、どうなったのか。ドラムロールが鳴り終わったら押しますよ。急に終わるんでね、いつもね、押しましょう。1人目、おえー、カープの菊池をランダム交換ボックス。これ2022シリーズ多分俺持ってるわ。もちろんいい選手ですよ。球界を代表する二塁手には違いはないが、どうせなら持ってない選手が良かったのが本音。まあ、とりあえずいきなりこんな顔を見れてそれは良かったですよね。続けて大野雄大を交換した結果、これは小笠原慎之介。大野雄大を差し出して、大野雄大を何段階かグレートダウンさせた左腕の小笠原を手に入れることに喜びがあるか言われたらないよ。ただこれが中日ファンで大野雄大好きの元に届いてくれたのであればそれでいいわけなので、最後確認していきましょう。うわ、え、これの、え、誰、え、山田じゃない、山田出して山田戻ってきた。え、ちょっと待って、お前誰やねん。1回目に続いて今回も最後が誰か分かんないっていうね。え、確認していくと、これって山田、山崎か。いやいや、欲しいなお前。そんなオリックスの山シリーズ揃えようとしてないんでね、前回この2022交換ボックスで山田を手に入れて、その山田ランダム交換ボックスの結果菊池と交換するという、これ相手にとっちゃめちゃくちゃ利益がないでしょう。207レベルで相当やり込んでる方ですよ。こんなもんよこすんじゃねえって怒鳴ってる姿が想像できるけど、いや、いらんからお前にやって、そしてお前も俺がいらん選手くれた。菊池はいいわ、いい選手なんだけど、さっきも言った、やはり持ってる選手をわざわざ交換会で手に入れる必要はない。そして今回注目の2022同チーム交換ボックス、交換相手はレベル104レベルと高い上に、自チーム設定これ巨人でしょう。それでいてキャプテン王貞治にしてるし、かーん、めちゃくちゃいいもん持ってるユーザーじゃないですか。こんなやつの元に行ったってしゃあないだろ。その上俺も欲しかった王貞治、こいつちゃっかり持ってるし、極みにしてるし、腹立つわ。こんなやつと交換して大野雄大を出して、こいつが大野雄大を手に入れて、そんな嬉しくないと思う上に、小笠原慎之介というグレートダウンしたやつをこっちに渡してきやがった。俺が求めてる交換トレードにはならなかったね。中日ファンで大野雄大が大好きで最近始めたばかりの、そんな方に届いてくれることが理想だったの、典型的なクソみてえなジャイアンツファンの元に大野雄大を届けてしまったや。これでイベントは第1回第2回と終了しましたが、イベント自体まだまだ続いていきます。むしろこっからが本番だろう。3回4回5回、そして最後6回と残ってるわけなので、以降も動画投稿していきます。興味があれば見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。